ハルフダン・シェルルフ百8 6 8年8月11日、グレフセンはノルウェーの作曲家、高級官僚の家庭に生まれる。当初は放送会を目指して、クリスチャニア大学で教育を受けるも、1839年に病を得て学業を中断し、翌年しばらくパリに転地した。帰国後間もなく、父親と二人の肉親を失い、クリスチャニアの主力新聞、 立憲二職を得て1845年まで勤務した。本気で音楽を学んだことがそれまでなかったにもかかわらず、音楽教師や歌曲作曲家として活動を始めるが10年間取り立てて注意を集めることもなかった。1848年にカール・アーノルトに学び、コペンハーゲンでニルス・ゲーゼに指示した後、 ノルウェー政府の1年間の旧非留学生として1850年にライプツヒーリ氏エルンストリヒターに指示した。帰国後は長年にわたって定期的に演奏会を開こうとする模範守備に終わったが、その間にも叙情的な歌曲の創作においてビョルンソンらの文学者と共作を行っていた。社会的に認知されたのは1860年代になってからである。 芸術家としての名声は一えに、ノルウェー語による美しい声楽曲に追っている。しかし、ピアノ曲も同じように魅力的である。2001年には、エーナルステイエンノックレベルグによって、ピアノ曲の全曲録音が実現された。ありがとうございます。